皆様こんばんは。 KPN の時間です。私、剣持、菅野がお伝えします。本日のニュースは認めたも同然、杉田水脈議員がヤジの真相についてあの人に語っていたです。ぜひ最後までご覧ください。概要。自民党の杉田水脈衆院議員が国民民主党の玉木雄一郎代表による選択的夫婦別姓導入を訴える衆院代表質問へのだったら結婚しなくていいとのヤジについて自身のものと示唆したと受け取れる発言をしていたことが分かったと野党幹部が28日明らかにしました。発言したと思われる当時は記者の質問にも応じませんでしたが、果たしてどんな発言をしていたのでしょうか。詳しく見ていきましょう。誰に示唆した？杉田議員と玉木代表はヤジが飛んだ22日の衆院本会議当日の会合に同席。玉木氏があのヤジはひどいのではないかと指摘すると、杉田氏は自身の発言であることを否定せず、玉木さんがあんなことを言うからと語ったそうです。その際に謝罪はなかったと言います。杉田氏はこれまで事実関係の確認を求める取材に応じておらず、28日の衆院本会議後も記者の問いかけに無言を貫きました。さらに杉田氏には一部報道で実際はかかっていないのに記者の質問を交わすために電話をしたふりをするエア電話をしていたのではないかと報じられています。問題の本質。今回杉田議員がヤジを認めたとも取れる発言を野党側の議員にしていたことについて、自分の発言だと認めたならどういう意図なのか、議員として思うところを語ってもらいたいよ。ヤジに込められた真意をご自身の口でしっかりと説明してくださいと言ったように、認めたのであれば一議員として公の場で説明するべきだという意見が多く上がりました。また少しは考えて背景も学んだ上で発言することができないのか、この方のやりたいこと、政治理念や政治信念がよくわかりませんね。議員としての能力は低そうといった杉田氏の議員としての能力を疑う声も相次ぎました。一方、私は賛成派ですけど反対するのは悪だと決めつけた報道に偏るのは良くない、多様な意見はあるべきだと言ったように、だったら結婚しなくていいというヤジの内容そのものに対しては否定しないという意見も見られました。今回問題とされているのはヤジの内容よりもヤジを飛ばした真意の説明がないことの方が大きいようです。説明がなければそれに対する議論のしようがないですからね。まあ杉田氏が沈黙し続けるのは上から圧力をかけられているという可能性もあるんですけど、 LGBT 発言に続き差別的な発言が注目されている杉田水脈議員、伊藤詩織さんの時といい、こういった形ですとある意味注目を集めやすくはなりますが、もちろん議員としての印象は悪くなる一方です。自民党の代表である安倍首相といい、はぐらかしたり沈黙することでやり過ごそうとするのは逆効果だと思うのですが、杉田氏が事の真相を自らの口で説明する日は来るのでしょうか。いかがでしたか。本日のニュースは認めたも同然、杉田水脈議員がヤジの真相についてあの人に語っていたでした。このニュースが面白いなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次のニュースでお会いしましょう。